はいどうも、日本一周中の米助と申します。さあ本日はね、滋賀県遠征3日目ということで、今日はね念願のリーフでのね釣りをしたいと思います。はい、でこう石垣島とかね、西表とか、まあ八重山諸島って、まあ、リーフっていうね、言われる環境広がってて、すごい遠浅なんですよ。途中までで大体まあ水深も1メーター以内で、大物釣りをするときはその先、リーフエッジっていうその先端のところがあって、そこから先が一気に落ち込んでるんですよね。水深10メーターとかそれ以上とかで、大物釣るときはそこまで歩いていくんですけど、すごい危険なんですよね。まあもちろんこの足元に危険生物もいっぱいいるし、ちゃんとね歩いていかないと、いきなりこうサンゴ礁が崩れたりして、本当すごい危険らしくて、足場が崩落するという危険もあるし、あと離岸流とかに飲まれるともう絶対戻ってこれないらしいんで、まあすごい危険なんで、ベテランの人とね行くのがいいと。まあただ今回はねそこまで行かずに、この浅場で釣りをしたいと思います。結構ね水深1メーター以内ぐらいなんですけど、こういうとこでも結構いろんな魚が釣れるらしいし、そこそこの大物も釣れるらしいんで、ちょっとやってみたいと思います。というわけで早速行ってみましょう。まあ、とりあえず朝一なんでトップで、ちょ今回は一応ね障害物が多いっていうのと、場合によってはそこそこでかいやつも釣れるってことで、あの結構強靭なタックルを持ってきたんですけど、ちょっとこのルアーには不釣り合い、多分あのそこそこのある程度のサイズの GT まで取れるショアジギングロッドなんで、まあとりあえずやっていきましょうか。よし、止め、トップでねちょっと人通り探っても反応ないんで、この沖縄名物カエルスプーンをちょっと投げてみたいと思います。なんか釣れた。なんか釣れた。あれ？ああ、おお。てってれん。ミーバイでした。一瞬海藻かなと思った。ええー、かわいいねー。うん、かわいい。結構でかい。おお、できたできた。でかくなかった。引き強いなこいつ。再びミーバイ。こいつよく釣れるね。可愛いけどねサイズが。こっちまで結構水深、まあ浅いけどね、全然浅いんだけど、こっちのエリアに来てからね、すごいなんかいきなり沖まで行けるようになった。浅っ、水深1メーターどころか3、40センチやん。もうこれ結構このまま行ったら沖まで行けそう。最干潮からね始めたわけなんですけど、朝に、まあ、こういうリーフの釣りはまあ満ちてくると結構、うん、沖縄ってすごいあの潮のね干満差の差がすごい激しくて、一回満ち出すとすごい勢いで、特に大潮なんかすごいねあの流れも激しくなるし、まあ危ないんで、できればで今がちょうど干潮から満潮になったタイミングなんで、できればね、まあ、満潮2時間ぐらいまでに、釣りを収めといた方がいいらしいですね。すごい先まで行けるなこれ。あとこう歩いてる時も、まあ、できるだけあの下を見ながら、あのそれこそ危険生物がね、まあまあそこそこいるということで、まあ一応ちゃんとした靴履いてるけど、まあ万が一なんかやらかしたらこの石垣遠征自体が波状する、ぐらい危険らしいんで、まあそういうのは気をつけつつ、
いやほんまめっちゃ先まで歩けるなこれ、すごい。おお、あで、あすごいな。でここが浅いんだけど、そのなんか海底の色変わってるところが多分一気に下まで落ち込んでて、まあ一気にしてもここはそんな水深ないだろうけど。来た、よいしょ、かかった、なんか来た、よっしゃい。お、なんか違う魚釣れたぞ。おー出た出た、チェッタラーン。これ何やったかな、これ沖縄で有名なこのカワハギ、こいつ釣りたかったんですよね。これなんかすげえでかくなるらしくて、これはかなりちっちゃい方やけど。おおやったこれなんかあの名前忘れましたけど、意外とあの毒ないらしいですねこいつは。いや変な見た目のカワハギだな、胴長でなんか頭だけやたらでかくて、なんか頭身バグってるなこいつやったかわいいな。うわ張り曲げられた噛まれて張り曲げられた、恐ろしいなこいつ。ほい、お、来た、よいしょ、来た、なんか来た、なんだ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 、お、2倍でした。はい、かわいいね。こいつはほんとサイズの割に引きが強い。いやこれのデカヌス捨てみたいな、綺麗な色だな本当に。よっしゃ乗った乗った、よっしゃ乗った、よっしゃ、これはちっちゃいな。でもうわ飛んできたはい、てってん、ミーバイ、かわいいね。お、来た、よっしゃ、お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 、よっしゃ、お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 、いい引き、いい引き、おお、はい、ミーバイ、普通だったちょっと大きめかな、うん、ちょっと大きめ。ほんと予算いるねこいつ。お、来た、よいしょ、お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 、ちょっと引き強いぞ、ちょっと引き強いぞ。ういー、よく釣れるね、サイズは一緒相変わらずサイズは一緒、かわいい。うほ、あ、逃げたよいしょ、乗った、あ、乗ってない、なんでそれ、あーかかんない来た、よっしゃ、かかった、おお、なんだこれ、おお、めっちゃ引く、なんだこれ、お、おお、お、ちょっとでかい、おお、でかいでかいでかい、やった、ちょっと大きめ、本日最大のミーバイ、おお、ちょっと大きいね、20センチちょい、22センチぐらい、うん、カサゴだったら全然でかい方、ミーバイのね、あの標準サイズか分かんないけど、イエーイお、お、目の前、おほー、かからんかった、さっきのカワハギだな目の前で、すぐ目の前で食いた面白いな。